今までの作り方と違う作り方をした台だろうというふうには思っています。それに皆さんのお力をお借りして、一つのものにまとめて、ブラジルはやっぱり木のイメージだとか、まあ、アマゾンの森林のイメージとか、ナショナルカラーっていうかであるグリーンとか、そういったものが、まあ、パッとこう思いつくんですけど、それとあと少し 和テイストのものでありながら日本のなんていうんですか、技術をきちんと出せるものっていうところをこう一つにまとめていこう。でそのうちに2011年に震災があったりしたものですから、そういった方々の思いもこう乗っけて、被災地エリアの木を使って積層したもので、木製の足を使って、きちんとしたものを作り上げていこう。オリンピックで真ん中に日本の旗が上がる日が来ると私ももとっても嬉しいと思うんですよね。